おはようございます。6月16日サンデーモーニング、善馬貴子です。まだ梅雨入りしていない地域も多いんですけれども、どうでしょうか。連日梅雨が過ぎたかのような暑さが続いています。今日はですね、各地で湿度も高くなるということですので、くれぐれも熱中症にお気をつけください。ではまずは今週も政治の動きからです。駒田さん。はい、東京都知事